AB 型の特徴？はあ、ごめんなさい、エリー。集中力が落ちてきたみたいだから、今日はこのくらいにしてもいい？ええ、もちろんよ。あ、もうこんな時間？ごめんなさい、マキ。新曲のイメージを考えるのに夢中で、すっかりお昼ご飯のことを忘れてたわね。ううん、それはいいのよ。私も中途半端に集中を切らせたくなかったから、他のことを考えないようにしてたわけだし。でもさすがに何もお腹に入れないままだと体にも良くないわ。どう、マキ、何か軽いものでも食べに行かない？今日はこの後ちょっと行きたいところもあるし、それに少し頭を冷やしてから自分なりに整理してみたいの。エリからもらった秋のイメージがまだ曲の中に反映できてない気がするのよ。確かにちょっと根を詰めすぎたし、クールダウンも入れた方が良さそうね。マキのイメージがまとまったらいつでも連絡してちょうだい。ごめんなさいね、エリ。せっかく忙しい中付き合ってもらったのに、思うように進めることができなくて。気にしないで。元はといえば、私が今回の新曲のテーマを紅葉にしたいって言い出したのが始まりなんだから、マキはそのテーマに合った曲を作るために十分頑張ってくれてるわ。だから私に手伝えることがあったら何でも遠慮なく言ってね。ありがとう。そう言ってもらえるとすごく励みになるし、とっても心強いわ。他のみんなに披露する日までまだ少し時間があるわ。焦らないでじっくり作り込んでいきましょうね。そうね。それじゃあまた連絡するわね。え、無理しすぎないで頑張ってね。なって、マキにはああ言ったものの、どうしたものか悩みどころね。次のライブの開催時期が秋だからって季節にこだわりすぎたかしら。でも今更テーマを変えるのにも逆に混乱させてしまうでしょうし。なんだかいい匂いがするわね。これはコーヒーかしら。もう一つの甘い香りは。あら？あら？エリ、どうしてこの公園に？あ、うん、ここの公園の紅葉が見頃って聞いて、何か新曲作りのアイディアが浮かばないかと思って来てみたの。そうだったのね。ありがとう、エリ。気を使わせてしまってごめんなさい。そんな、気にしなくていいのよ。私も気分転換に散歩したかったし。マキはどうしたの？私もエリと似たようなものだけれど、それにそこのカフェが最近改装したって聞いて試しに行ってみようと思ったのよ。そうだったのね。確かにさっきからいい匂いがするなと思っていたの。じゃ、よければ一緒にカフェで一休みしない？それは、その、誘ってくれて嬉しいのだけれど。あ、ごめんなさい。マキだって一人で考えたいこともあるわよね。違うの。その店にある美味しいスイーツというか、甘い食べ物を買ってるところをあまり見られたくないというか。どうしたの、マキ。なんだか少し変よ。あら？この甘い香りって、ひょっとして、焼き芋？うん、そうよ。昨日帰ってから秋合宿の時のことを振り返ってたんだけど、そこで食べた焼き芋が美味しかったなって思い出して、前からこのお店でコーヒーに合う焼き芋を売ってるって評判になってたから、ちょっと食べたくなって来てみたのよ。ああ、なるほど。そういえば秋合宿の夜にニコが焚き火で焼いてくれたのよね。確かにあれはとっても美味しかったわ。ただ、そのいざ買うとなったら踏ん切りがつかないというか、買うのがちょっと恥ずかしいというか。恥ずかしい？全然恥ずかしいことではないと思うけど。どうして？だって
その…おかしい。もう、そんなに笑わなくてもいいじゃない。私だってちゃんと理由を聞かずに恥ずかしいことなんだって思い込んでただけなんだから。だって女の子にとって焼き芋を買うのは恥ずかしいことだなんて、そんな話今まで聞いたことがなかったわ。一体誰が言ってたのよ。誰ってわけじゃないけど、子供の時に大人の人たちがそう話してたから、私もなんとなくそうなんだって思ってたのよ。そのせいで秋合宿で食べた時はちょっと戸惑って、でも美味しかったからもう一度食べたいなって。まあもう、エリの言う通り、よくよく考えてみたらおかしな話だったわ。さっきのお店でも女の子たちがたくさん行列を作ってたし、今はどっちかといえばこの年までそれが当然だと思ってきた自分の方が恥ずかしいわ。穴があったら入りたい。まあ、誰にだって勘違いというか、子供の時に教わったことが実は正しくなかったってこともあるものだから、気にしちゃダメよ。エリー、このことは絶対ミューズの他の子たちには話したりしないでね。私とあなただけの秘密。約束よ。わかってるわよ。それより、せっかくのあったかい焼き芋が冷めちゃうわ。美味しいって評判みたいだし、早速食べてみましょう。そうね。じゃあエリー、こっちの大きいのがあなたの分ね。私はこっちをもらうわ。もう遠慮しなくてもいいのに。マキがそのつもりだったら。え？あ、ちょっとエリー、こっちの大きい方をあげるって言ったのに。それに直接かぶりつくなんてはしたないでしょ。おいしい。いいじゃない、今は二人だけの秘密の時間なんだから。甘くてホクホクしてるわ。マキも早く食べてみて。もうありがとう。あ、本当だわ、甘くてとってもおいしいでしょ。あ、ねえマキ、さっき学校で曲のつなぎで迷ってたところだけど、この焼き芋みたいな甘い旋律を加えてみるのはどうかしら。甘い旋律？そんなことを急に言われてもすぐには浮かば…あ、うん、今ちょっとだけイメージが浮かんできたわ。ごめんなさいエリー、すぐにメモするから、これちょっと持ってて。さすがね。どうマキ、いい感じにまとまりそう？うん、これならいけそう。ねえエリー、この後時間あるかしら。もしよかったらちょっとだけ私の家に来てもらいたいんだけど。もちろん、こうなったら勢いに乗って一気に仕上げてしまいましょう。あ、その前にこの焼き芋をしっかり味わってからね。